はいどうも、走れ追いチャンネルです。今日はですね、少し前に募集しました質問コーナーの回答をやっていこうと思います。結構たくさんの方からコメントをもらいまして、今日はですね、最初はちょっと10個ぐらい答えていこうかなと思います。最後に告知もあるんで、楽しみにしてください。これですね。じゃあ、やっていきましょう。はい、最初の質問です。最初は、大井さんは試合の時にネクストバッターサークルで何を考えていますかという質問ですね。これは、いろいろあるんですけど、自分がネクストで考えていることは、まず一つ目は、打席に立つ準備をすること。これは皆さんもやってると思います。例えば自分の、スイングをしっかりとしてチェックするっていうのはやってると思うんですけど、これから起こる、例えばこの前のバッターがいるわけです。前のバッターが例えばヒットを打った場合、アウトになった場合、ツーベースを打った場合、スリーベースを打った場合、いろいろあると思うんですけど、それに応じてどういう準備をしていくか、何が起こりうるかっていうのを予想します。前のバッターが足が遅いから、出たらバントかなとか、あとはツーアウトだったら初球から打っていこうかなとか、そういう何が起こるかっていうのを予測しますね。で、もしそれが何が起きても、自分が焦らずに打席に入れるように、自分がこれから起こることを予想して準備をしています。あとはそのピッチャーの球種、癖とかがあれば一番いいと思うんですけど、ピッチャーの投げるボールのその軌道とか、あとは何ボールが先行してるとか、高めに浮いてるとか、ちょっとまっすぐがシュートしてるなとか、そういうのも分かってくると、そういうのを意識して、スイングをして準備をしていますね。はい、次の質問です。次は、スライディングの極意みたいなのはありますかという質問ですね。スライディングの極意は、自分は、今巨人の片岡選手が言ってた動画なんですけど、スライディングは近く低く速く、この3つですね。まずベースに対して遠いと、その分スピードは落ちていくんですよね。こうスライディングすると摩擦で、スピード落ちていくんで、近く、なるべく近いところでスライディングすること。で、低くっていうのは、浮いてしまうと、その分体が上がってしまって、その宙に浮いてる時間っていうのは、こう遅くなってしまうんで、低く入っていくこと。巨人の鈴木選手はこう飛ぶように飛ぶスライディングっていうのもあるんですけど、高いとあんまり良くないと思うので、低いスライディングで入っていきます。で、最後は速くですね。速いスライディング。ベースに対してベースにこうスライディングするんじゃなくて、一つ先にこうスライディングするつもりで行くと、スピードが落ちずに行くので、その3つがいいと思います。で、あとスライディングした時にこうスライディングして座ってるんじゃなくて、すぐ立ち上がることによってこうセーフに見えるんで、スッと立ち上がるといいと思います。はい、次の質問です。緊張している時の対処法を教えてくださいっていう質問ですね。緊張している時、いろいろあると思うんですけど、例えば大会の当日とか、あとは打席の前とか、守備につく前とかいろいろあると思います。でも武井壮さんが言ってたんですけど、緊張する理由っていうのは、不安から来ると。不安っていうのは練習不足、要は自分に自信がないから不安になって、それが緊張すると言ってました。簡単に言うと、例えば、練習をしてなくて試合に臨むとやっぱ不安ですよね。そうするとやっぱ自信がなくなって、緊張してしまうと言ってましたね。で、それをどうすればいいかっていうと、武井壮さんが言うには、その日云々のことじゃなくて、もうその前日、例えばその1ヶ月前、2ヶ月前、3ヶ月前からしっかりと練習をして自信をつけることによって、その本番で不安要素がなくなるということは、自信がついて緊張しなくなると言っていました。もうそれなんで、今からまだ間に合うと思うので、夏の大会、最後の大会に向けて、しっかりと毎日一日一日を大切にして練習してほしいと思います。それで自信を持って大会に臨むようにしてください。はい、次の質問です。次は、素振りで気をつけていることなんですかという質問ですね。自分が素振りで気をつけていること、素振りの目的は、フォームを固めることと、あとはスイングを速くすることだと思っています。で、自分が行っている素振り2種類ありまして、大きく分けて2つですね。2つありまして、1つ目が、数を振って覚えさせる方法。例えば、それはオフシーズンとかですね、どっちかっていうと。あとは、試合がちょっと遠い日、月曜日、火曜日、水曜日ぐらいはちょっと数を振ってスイングを固めます。で、金、銅とか、試合が近くなってきたら、数を少し減らすんですけど、減らしてその実戦に向けた素振りを行います。例えばピッチャーを想定したりとか、変化球をイメージして打つとか、方向を決めて打つとか、そういうのを意識しちゃってるんで、その気をつけてること、そのただ振るだけじゃなくて少し考えてるっていうことを意識してますね。はい、次の質問です。次は、野手のキャッチボールはどんなやり方をすればいいですかという質問ですね。野手のキャッチボール、特に自分は内野手をやってるんですけど、やっぱり内野手をやってるとどうしてもこう動きが小さくなってしまいますよね。セカンドとか、ちっちゃい動きが多いんで小さくなってしまいます。でもそこで、そのキャッチボールをしてしまうと、どうしてもやっぱ可動域が狭くなってしまうので、キャッチボールの場合は少しこうピッチングじゃないですけど、外野手みたいにこう体を大きく使って投げるといいと思います。同じ小さい動きをずっと繰り返していると、負担がかかってしまう、こっちだけで投げてしまうんで体を使えなくなってしまうので、その場合はキャッチボールとかで体全体を使って投げて
まあ、内野手の練習もするということをお勧めします。例えば外野手をやって大きく遠投して投げるとか、まあ、あとはちょっとブルペンに入って立ち投げでもいいんで、ちょっと数を多く、しっかりと止まってからこう止まって投げるっていうのも大事かなと思います。そんな感じでいろんな角度からいろんな方法で投げるといいと思います。はい、次の質問です。中学生時代の自主練のメニューは何をしていましたかという質問ですね。中学生時代の自分は部活軟式やってたんですけど、自主練習はあんまりバッティングはしてませんでした。どっちかっていうと守備ノックをしたりとか、まあ、あとはゴロ捕球をしたりとかダッシュをしたりしてましたね。であとは鉄棒があったので鉄棒を使って、まあ、懸垂逆上がりとか、よくやってました。まあ、どっちかっていうと守備をメインでやってたんで、まあ、バッティングあんましてなかったんですけど、守備は結構真剣に、まあ、1時間とか2時間とかやってましたね。ダッシュは長いダッシュじゃなくて、まあ、短い塁間ぐらいを、まあ、盗塁を想定してダッシュしたりをしていました。はい、次の質問です。これからの野球人生について語ってくださいという質問ですね。まあ、これから野球をやっていく上で、今社会人公式をやってるわけなんですけど、まあ高校野球やって、まあ、あとは中学野球軟式少年軟式やって、まあ、いろんな野球をやってきました。まあ、残ってるのはあとはこの今やってる社会人野球と、まあ、あの軟式の草野球かなと思います。まあ、これから高校野球もずっとやらないと思いますし、まあ、中学野球もやらないと思います。まあ、やるんであればその少年野球のコーチとか、まあ、ちょっと最近顔出したりしてるんですけど、まあ、そのぐらいかなと思うので、まあね、ジャンルとしてはもうかなり絞られてきましたね。それなんで、まあ、野球人生、まあ、野球は多分結構まだ長くやると思うんで、大きな怪我をしない限りはやっていくと思うので、まあ、ボールは変わったり、いろんなそのチームメイトとかちっちゃい子とかあったりすると思うんですけど、まあ、野球をやるってことに関しては変わらないかなと思いますね。まあ、野球をやらなくなったらもう野球 YouTuber でなくなってしまうので、まあ、そこは野球をやると思うんですけど、まあ、その先のことまではあんまり考えてないですね。今前のことを一生懸命やるっていうのが自分の決めてることですので、あんまり先のことは考えてないです。はい、とりあえず今日は最後の質問になります。残ってる質問はこの、他の動画の最後とかにこうくっつけてやっておこうと思うので、よろしくお願いします。じゃあ最後の質問です。最後はボールを取ってからすぐ送球するコツを教えてくださいという質問ですね。これは以前に少し自分がクイックスローの動画で話したんですけど、ボールを早く投げるときは手の動きじゃなくて足の動きを早くしてください。手をいくらこう早く動かしても、スピードは上がらないので、足のこの動き、足の入れ替えを早くすることによって早くなると思います。やっぱり手だけだと送球の範囲も狭くなってしまって、ボールも伸びてこないと思うので、その場合は足を早く動かして、足を早く動かして投げると早くなると思います。はい、というわけで、まあ、とりあえず今日は第1回ということで回答していきました。また残ってる質問に関しては、時間を見つけてやっていくので、楽しみにしてください。ですね、最後の告知なんですけど、今回、7777人チャンネル登録いきましたらプレゼントキャンペーンをやろうと思っています。で、以前からもうプレゼントキャンペーンは結構だいぶやってまして、まあ、これで多分5回目か4回目になると思うんですけど、今回、プレゼントするのはこちらの水野さんの軟式用軟足用グローブになります。で、まだ詳しいことは後で紹介するんで、まあ、こんな感じっていうのを見せておきますね。こちら軟式用の内野手用グローブで、新品を買ってきました。で、これを、自分が使って少し片付けをして、それをプレゼントしようかなと思っています。まあ、新品でもいいかなと思ったんですけど、最近ちょっと質問とかで大井さんの使ってるグローブをくださいっていうのがあるんですけど、ちょっとそれは無理なんで、こっちにある、まあ、いろいろ使ってるグローブあるんですけど、ちょっとそれをあげるのは無理なんで、新品を買って少し片付けをして、使いやすくして自分の形にしてからプレゼントしようかなと思いました。自分のグローブをあげることはできないんで、まあ、形を似せてやろうかなと思ったのが今回の発想です。で、まあ、新品のグローブが欲しいという方もいると思います。自分の形付けが嫌だという人もいると思うので、まあ、そこはちょっと申し訳ないんですけど、今回は自分の形付けグローブ、まあ、軽くですね、1週間から2週間ほど作って、やっていこうと思います。で、こちら買って新品でちょっと、まあ、ノックとかをしたり、少し自由に使わせてもらいます。で、まあ、ボロボロにはしないんで軽く使って、取りやすくして、まあ、迎えようかなと、取りやすくしてプレゼントしようかなと思っています。はい、そしてですね、今回プレゼントキャンペーンのそのタイトルを決めさせてもらいます。タイトルは新学期応援フェアということをやらせていただきます。これから野球を始める方や、まあ、これから新学期を迎えると思います。4月になって新しい学年になったり、新しい学校に入ったりすると思います。で、その際にちょっとね、この自分が片付けしたグローブを使ってもらって即実践でいけるようにっていうのをモットーにやっていきます。で、そのためにちょっとこれだけじゃなくて他にも何点か、おまけでプレゼントするんで、それは、そのプレゼントキャンペーンの動画で紹介します。とりあえず今日は告知ということでやらせていただきます。はい、というわけで今日は質問コーナーの回答とこちらのグローブを紹介しました。近々プレゼントキャンペーン7777人行きましたら、
やらせていただきますので、皆さんリツイート、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。